ここは草原か。ふむ、どうやらあの荒野のフィールドから押し出されてしまったようだな。これはどういうことだ。スバルトエリアの景色が変わってる。このデザイン、風化ステージへの変遷か。風化？変遷？あんたの言葉には本当に聞き慣れない用語が多いな。どこか落ち着けるところで洗いざらい話すとしよう。そうだね。まだログアウトしてなかったのね。で、そのメカメカしい人何？なあ、こいつは。待て、この姿のままだと何かと都合が悪そうだ。この操作で。うわっ！どうやらこの世界ではデュエルアバターが鎧の扱いのようだ。それを脱ぐことでダミーアバターに変更できるらしいな。この姿の時は私のことを、そうだな、ロッタとでも呼んでくれ。ああ、どうせなら仮面も取ればいいのに。あんた絶対美人だと思うわね、アスナ。アスナ、どうしたの？ごめん、ちょっといろいろあって。そのあたりの説明は町に戻ってからにしよう。まあ戻れたらの話だが。それなら大丈夫。そこの天衣門からクーとラインには戻れるわ。ラインにだけだけどね。何？あのログアウトのアラート以降そうなっちゃったみたい。私はどうしてもログアウトする気になれなくて、少し様子を見て回ってたのよ。これもペルスノバベルの仕業ってことか。だろうな。ん？まあいいわ、町に戻りましょう。エギルもログアウトせずに残ってたわ。そうか。街の様子もだいぶ様変わりしてるな。ええ、ついさっき一気に形状が変わっていったわ。街にプレイヤーが結構いる。リーファたちもまだだいぶ中かもな。おう、やっぱりログアウトしてなかったな、お前たち。エギル、お前の顔を見るとなんだか少し安心するよ。俺はそんな癒しキャラじゃねえぞ。妖精アバターではないようだ。ああ、とりあえず俺たちの方から状況を話そう。ユイちゃんが？ユイちゃんは高度な AI を持つとはいえ、
NPC だ。大掛かりなクエストの一環なのかもしれない。いや、考えられないか。ああ、最初はそういう可能性も考えたが、まずありえない。スバルトエリアの荒野に突如出現したあの巨大な塔、そして閉じ込められたユイちゃん、それに変わり始めたフィールドの景観も全部あの人の仕業なんだよね、きっと。まだ全部がそうと決まったわけじゃないかな。だがこれだけは確実だ。あのペルソナ・バベルという仮面の女は何かを企んでいる。その目的の一つとしてユイを封印したんだ。俺たちはペルソナ・バベルの野望を知り、ユイを助け出す必要があるんだ。だな。やっぱ残っといて正解だったわね。じゃあ続けてブラック・ロータス、いやロッタ、君の話を聞かせてもらえるか。ああ、私はこの世界へ二人でやってきた。シルバー・クローという銀色の体を持つ、私がこの世で一番信頼を寄せる大事な人と共に。先輩、綺麗ですね。え？突然何を。え？何って、夕日が綺麗ですねって。いや、そういう意味じゃなくて、いや、そういう意味でもあって。僕は何を失言を、じゃなくて、あえてそれをうまく利用できれば先輩に思いを伝えるチャンスにつなげられたのに。もういい。確かにこの夕日は美しいからな。先輩、でも先輩もすごく綺麗です。そのブラックロータスとしての姿も、現実の先輩も。ありがとう。我々はニューロリンカーでグローバルネットに接続することによってプレイできる、とあるフルダイブ世界で行われる決戦を目前に控えていた。我々のレギオン、ネガネビラスは白のレギオン、オシラトリユニバース、そして加速研究会との戦いに備え、仲間たちと共に英気を養い、着々と準備を進めていたのだ。そんな時、ある噂が耳に入る。我々のダイブする世界の上空に正体不明の大きな影が浮かんでいると、街の各所に配置されたソーシャルカメラによる映像を元に作られるその VR 世界では、フィールドにある全てのオブジェクトに元となる現実のモチーフが存在する。その影が本物だというなら、浮遊大陸のようなものが現実に存在することになる。そんなわけはないと半信半疑で笑い飛ばしながらも、私たちは噂の真相を確かめに行ったのだ。さて、そろそろレイカーたちも我々の残したメッセージに気づいている頃かな。みんなもきっと後から追ってきてくれますよね。我々が戻ってこられないようならな。はい。そう不安そうな顔をするな、シルバークロー。まだ見たこともない場所に行きたい、その先へ進みたいと願うのは君の得意技じゃないか。確かにそうですね。僕確かに地上からあのどでかい影を見た時、すごくワクワクしたんです。まるでおとぎ話で見た天空の大陸がこの世界にもついに現れたんじゃないかって。普通のバーストリンカーがあの高さまで到達することはまず不可能だ。それこそ飛行能力でもない限りはな。それを可能にするのがスカイレイカー、そしてシルバークロー、君だ。行けるのはそう僕たちだけ。そうだ、ならばこそ行こう、シルバークロー。我々は黒のレギオン、まだ見たこともない場所へと加速し、たどり着いてみせる者たちだ。はい、我が王ブラックロータス。先輩、影が見えてきました。なんと巨大な。この先に何が待っているのか。
よし、クロウ、突入だ。くれぐれも私を離さないでくれよ。はい、もちろんです。うわこれは雷。あ、先輩クロウ。目覚めたようですね。あなたは？私の名はペルソナ・バベル。あなたたちの言うところの NPC です。 NPC？ あなたのような容姿の NPC は見たことがないな。それはこの世界があなたの元いた世界とは異なるためです。ここはアルブヘイム・オンライン、通称ALO。 あなたたちは空に広がるあの巨大な影を通り、この世界へと足を踏み入れたのです。アルブヘイム・オンライン、あの影は新エリアへの入り口だったということか。はい、そういうことになります。そうだ、シルバークローは？バベル、私の連れを知らないか？同行者とははぐれてしまったようですね。即答だと逆に疑わしいな。ナビゲート中とでもお考えください。なるほど。この世界の NPC でナビキャラのお前が地上に落下した私を解放したということか。そうです。目的は？ NPC がプレイヤーを手助けするのは当然のこと。ナビキャラならなおさらでしょ。どうだろうな。私の知る限り NPC がプレイヤーに接触してくるのはクエスト開始の合図、つまりは何かの依頼が始まる起点だ。話が早くて助かります。実は私を狙った2人の妖精 NPC が今ここに向かってきています。どうか彼らから私をお守りください。妖精？はい、 ALO とは妖精たちが住む世界、それを体現した VRMMO なのです。アルブヘイム、確か神話の妖精の世界の名だったな。妖精たちはどうしてお前を襲う？私は魔女として妖精界を追放されました。おそらくはその追っ手かと。確かに妖精には見えないな。魔女ということも濡れ衣だと。どうでしょう、少なくとも私はこれまで誰かに迷惑をかけたことはありません。願いを叶えてくれたなら私から同行者の居場所もお伝えします。正直お前は信用できない。NPC と言っている割に応対が柔軟すぎるからだ。むしろ NPC だと偽装したプレイヤーなのではという気すらしてくる。だがこれがゲームのクエストだというなら受けないわけにもいくまい。クロウの居場所も知りたいしな。だからもし今の言葉に偽りがあることが判明した際は、この全身の刃がお前の体を切り刻むことになるだろう。はい、それで構いません。刻意の妖精と蒼白の妖精、あの二人だな。はい、わかった。相手をしてくる。お願いします。やはり本物は厄介だ。別の仮想世界？そうだ。
それってコンバートってこと？いや、違うようだぞ。コンバートはゲーム内のチュートリアルにのっとって行われるが、今の話を聞く限り、アバターはそのままで、その空の影とやらを通り、コンバート作業なしに来たみたいだからな。表現としてはそれで正しいな。ちょっと待って、あなたがやってきた VRMMO ってなんて名前なの？まずはそれを教えてよ。確かに同じザ・シードで作られた VRMMO からやってきたなら、あながちありえないことでもないかもしれない。それは言えない。え？それを言うことは我々にとってある致命的な弱点を引き起こすことになる。弱点？そうだ。その言い方だと俺たちを 100% は信じていないんだな。すまない。いや、それはお互い様だ。今はとにかく状況把握に努めよう。あの女はプレイヤーなのか NPC なのかすらわからないが、 GM 権限をも彷彿させるような特別な力を持っているらしい。ロッタ、君が利用されたことに違いはないが、おそらくは遅かれ早かれユイはあの場で封印されていただろう。結果は変わらなかったはずだよ。キリト、アインクラッドの歌姫。うん、前にセブンちゃんに聞いたんだけど、そう歌われてるプレイヤーアバターがいるんだって。なんで？ここは ALO なのに。その子も SAO サバイバーってことなのかな。詳しくは私もわからないんだけど、セブンちゃんがもともと仮想世界で歌姫をやりたいって思ったのも、彼女の映像を偶然見て憧れたかららしいよ。セブンはどこでその映像を見たんだ？当時の SAO のそんなデータって確かほとんど残ってないだろ。あの子のことだから、いろいろなルートを使って入手したのかもね。そいつが今スバルトエリアにいるっていうのか。うん、そうらしいよ。どんな子なのかちょっと気になったから、こうしてキリト君を誘ったんだよ。でもいるとしてこんな場所にソロで何してるんだ？それはわからないけど、見たって噂があるらしくて。ん？アスナ、聞こえたか？ええ、この歌声は例の歌姫ユナかもしれないよ。行ってみるか。あいつか？そうみたいだね。あの子どこかで。アスナ、知ってるのか？うん、どこかで見たことあるかもしれない程度なんだけど。まあ SAO サバイバーならその可能性は確かにあるのかもな。あ、
あなたたちは。あなたがユナさん？ええ、そうよ。あなたたちはキリトにアスナさんね。俺たちを知ってるのか？だって二人はアインクラッドの攻略組の有名人でしょ。ってことはあなたもやっぱり SAO サバイバーなんだね。その言葉の意味を正確に受け止めるならそれは正解じゃないかも。ただ何を言ってるんだ。私は歌いたい、歌い続けたい、そしてみんなの力になりたい。そのためにこの世界で存在してるの。そう、歌声すっごく綺麗だったよ。ありがとう。なあアスナ、このユナって子ちょっと不思議な感じだよな。そうだね。でもあの歌声にしても褒められてはにかんだ表情にしても悪い子には思えないけど。まあそうだが、なんだか放っておけないよね。ねえユナさん、もしよければ私たちと一緒に行動しない？どうして？あなたは歌を歌いたいんでしょ？こんな場所にいても聞いてくれる人少ないだろうし。こう見えて私たちのパーティーって今かなりの大所帯なんだ。聞いてくれる人もたくさんいるよ。おお、さすがアスナ、勧誘上手だぜ。そうね、わかった。あなたたちについていくわ。私たちを信用してくれるんだね。デスゲームの攻略にあれほど貢献した黒の剣士に血明騎士団副団長、英雄たちを疑うなんてしないよ。それよりも歌を聴いてくれる人が大勢いるなんてすっごく楽しみなの。二人ともよろしくね。ああ。ゆっくり見ていってくれ。いい品を揃えて待ってるよ。いらっしゃいませ。
はいはい、いらっしゃい。まだな、またよろしくな。欲しいのはどれかな。他にまたいらっしゃい。私の力が必要。よし、始めるわよ。はい、強くなったわよ。他にやりたいことはある？他にやりたいことはある？
行こうぜ。私？行こうぜ。